チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、海外スターがアジアツアーでコリアタッシング、なんだ、そんな理由なの？についてです。大谷選手、ホームラン王、おめでとう。しかし、今後の動向を気にするマリナです。海外スターがアジアツアーで、コリアタッシング。その理由は、韓国ネット、K-POP の国なのに。9月28日、レコードコリア。2023年9月25日、韓国メディア、韓国経済は、グローバルポップスターがアジアツアーを行う際、韓国を避ける、コリアタッシング、が頻発している、と伝えた。理由は5万人以上の観客を、収容できる会場がないためだという。今月23日、ポスト、マローン来館公演が京畿道、湖源のキンテックスで行われた。全3万席のうち2万席がスタンディングだったが、観客から、ステージは愚か、スクリーン画面もよく見えなかった、と不満が続出したという。キンテックスは、もともと展示場で、今回は展示ホールを複数合わせて、公演場を設置したが、ステージの高さが不十分だったためという。海外のスターが来館公演を行う場合、ソウル、チャムシル総合運動場の主競技場が、会場となってきたが、現在、施設老朽化のため、改装中で、再オープンは、26年の予定となっている。今回、キンテックスが会場となったのは、そのためだが、施設の問題だけでなく、首都圏からのアクセスの悪さも問題視されている。今年初めに韓国の人気グループ、シャイニーが、キンテックスで、ファンミーティングを開催する予定だったが、キンテックスは公演会場として、ふさわしくない、とする、ファンからのボイコットにより、チャムシルの室内体育館での開催に変更になる、騒ぎもあった。ソウル市内のコチョクスカイドーム、約2万席、KSTO ドーム、オリンピック公園体操競技場、約1万5000席、などもあるが、海外の大物スターの場合は、5万人以上、収容可能な会場でなければ収支が合わない、公園業界関係者、とされている。条件に合うのがチャムシル主競技場だけという状況だ。このため、コリアタッシング、が発生しており、最近、コールドプレイやテイラー・スウィフトが、アジアツアーの計画を発表したが、日本はもちろん、台湾、マレーシアの名が上がる中、韓国は、排除された、と記事は伝えている。12月に予定されていた、ヒュンダイカード、スーパーコンサート、も、5万人以上収容可能な会場が、韓国内にないとの理由で取りやめとなった。わあ、こりゃ驚いた。ガイタレが韓国をどうして、スルーする理由かがわかりました。なんだ、そんな理由だったんだ。だから、有名なアーティストがアジアツアーをやりますが、アジアツアーなのに、なぜか韓国を素通りすることがよく起こっていましたよね。どうしてかなと思っていたのですが、そりゃ、素通りするよね。お金稼げないんだから。市場が小さいのもわかりますが、5万人以上の収容可能な会場がないなんて、中略。この記事に、韓国のネットユーザーからは、5万人以上の競技場、または、公園場、を建設できない理由。普段、5万人もの観衆を集められるような、コンテンツがないからだ。大規模公園場がないのは、普段他に使い道がないから。K-POP の国なのに、理解できない、専用の公園場があるべきだ。韓国人は経済力に対して、観覧や公園をあまり好まない。そのお金があったら、酒を飲んだりカラオケをしに行くね。公園場なんて必要ない、土地があるならマンションを建てよう、という発想なんだろ。市場が小さいからスルーされるんだよ。大規模観客動員は望めない。韓国が嫌いだから、来ないわけじゃないでしょ、などのコメントが寄せられている。それだけなのかな？それ以外の理由もあるんじゃないの？疑ってしまうんだよね。韓国のアーティストは、不幸なんだね。だから、日本に出稼ぎに来るんだね。でも、K
K-POP はいりません。ちなみに5万人以上の収容できるライブ会場はソウルオリンピック主競技場スタジアムがあるそうで、収容人数は69,950人だそうです。次の会場としては湖直スカイドームで約22,000人だって。日本に来なくていいからそっちでやってね。映画沈黙の艦隊見てきました。キャスティングには賛否あると思います。でも問題は映画の制作企画。さて、原作アニメ版をご存知の方はこの作品が2時間程度で終わる内容ではないことは察せられると思います。収益が上がることを切に願いますね。脚本はまあまあ現在の世界情勢にあまり言及しない程度に進められたかな。原作にはない人間模様も悪くはなかったけど、問題はハドソン湾以降ですからね。撮影は迫力があったけど、美しい映像、かっこいい映像ではないかな。もう一頑張り。監督はダメかな。理屈や心理戦を画面で表現できてないのが残念。もっと画面に迫力がないと、理屈っぽい内容の作品だから画面の印象が残らない。川口海二の絵からすると半沢直樹バリの顔アップ連発くらいがいいのではと思うのです。頑張ってほしい、切に願うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。チャンネル登録お願いします。メンバーシップマリナ支援お願いします。